リの真似から始まる。はい。みんな聞こえてますか？はーい。はーい。ということで、お久しぶりのカナリアでございます。イエーイ。お久しぶり。ちょっと久しぶり、マリパ以来ですね。マリパ以来ですね。いや、あの時はね、敗北した。君たちにうまい肉をおごり約束をして、はい、あれから早20年の時が経った。ちょっと経ちすぎだろ、時。どんだけ時間の焼肉。君たちにおごってもらうよ。あ、はい、あ、そうですね。この間おごっていただきましたからね。そうなんですよ。今回も負けたら誰かがゴチするっていうことですね。はい、そういうことです。じゃあ実質小百合がおごってくれるってことでいいの？あ、まあ、ちょっとその匂いがプンプンしてるからということらしいね。あ、小百合6ちゃい、みんな100ちゃい超えだな。でも6ちゃい、6ちゃいがおごってくれるんだよね。もう6ちゃいも子供じゃないからね。6、そうなんだよ、6ちゃい、もう大人だよな。大人、これはもうなんかフレア先輩におごられすぎておごりたくなってきてるから、うん、むしろ受け入れたい気もする。正直ここ みんなおごりたいんだよな。そうなんだよね。どちらかというとね、返したいタイプが集まってるんで。そうなんですよ。もらったら返そうとしやがると。みんな財布出してうずうずするから。そんなそんな、こちらがこちらがってね。そうそうそう、うん、じゃあ、自己紹介しましょうか。はい、それではデビュー順で先輩からお願いします。お願いします。デビュー順って言ったら誰よ。どうした？あ、僕だよ。あんたよ。あんたよ。あたしか。こんぬい、フルライブ3期生の知らねえフレアです。今日は2人におごってもらうために頑張ります。かわいい。イエーイ。おじさんおごっちゃうよ。おじさんおごっちゃうよ。もうそんなこと言うに来たら間違えたかもしれん。ホロライブだぞここは。じゃあゴリラ担当お願いします。ゴリラ、いやゴリラ担当じゃない、ゴリラお願いしますじゃないですよ。キャッチコピーは握力50キロキュッキュッ握りつぶしちゃうぞ。ホロライブ4期生カナタンことアマネカナタです。今日は久しぶりにね、タッチを使って、この間ちょろっとやって、微妙にね、顔を取り戻したぐらいなんで、おつらないように必死に気をつけながら頑張りたいと思いまーす。イエーイ。よっ、頑張れ。ゴリラを狩るゲームですか？違う、ラージャンでもないし。自ら拾っていく。ラージャンじゃないのでね。はい、そして、はい、ホロライブ6期生、ホロックスのズノー。本日は、アイルー担当、あえ、うん、噛んだ。めちゃめちゃ担当。アイルー担当。アイルー担当？はい、お供ぐらいの強さです。白衣小百合です。よろしくお願いしまーす。わかりやすいな。イエーイ。よろしくー。よろしくお願いします。3人合わせてカナリアで。カナリアです。じゃあ行きましょうか。でも小百合最近ね、結構もう、この3人の中では一番多分、モンハン。ね、最近ずっとやってたから。そうですね、3週間ぐらいで0から6まで来たので、うん、素晴らしい。素晴らしいよ。頑張っていこうと思います。タチです。タチで、もうタチかぶっちまったや。そうだね、カナタン先輩とめちゃめちゃ似てるんですよ、今状態にね。そう、ベリオ装備を今日に必死で作りました。いいね、小百合かわいいよ。待って、私もちょっと突発的に立ちにしよっかな。なんで、待って、そうそうそう、飛んでくださいよ。私になる。落ちちゃう。わかんない、それはわからないぞ。じゃあ、はい、どうしようかな、何やりたい、何やろうか、何やりますか。ちょっと移動しちゃおう。あ、久しぶりだな。ちなみに小百合はまだ星6までしか解放されておらず。小百合が選んだらいいんじゃないか。あ、そうだ、小百合好きなの選びなよ。いいんですか。いいんだぜ。いいんですか。今日は先輩の力を借りちゃいな。これがキャリーってやつですか。キャリキャリキャリーしちゃうぜ。かなキャリーされちゃう。キャリー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 しちゃうぜ。かなキャリー任せな。任せな。この自分を受けてやるか。よし、と言ってめちゃめちゃ久しぶりなんだけど。え、じゃあリオレースとかどうですか。おー、もうよよよ、もうリオレースとかもう親戚や。親戚やめちゃくちゃかっこいい親戚。はゴリラでしょ。違うでしょ。それは違うでしょ。
じゃあちょっとこれでまず攻撃が出るかどうかゲームしますか。あ、いいね、いいね、やったー、いい、やろうやろう。先に団子食べとるわ。ちょっと早くね。あ、早い、もう飲んどる、もう飲んどる。仲良し、かわいい小鳥たち、ちょっと早いな。みんなで仲良く寄り添う。チュー、うーさ団子の出来上がり。すごく今から始まるんだけど、あ、茶柱立ってる。これに今選んでるんですけど、団子だってよ、みんな。まるい雲、仲良し、かわいい小鳥たち、みんなで仲良く寄り添って。もう行くよ、あなた。え、嘘でしょ、嘘でしょ。ふんわり大きな丸い雲、臨床すんだ、臨床。臨床じゃねえか。一番遅かった。なんでなんでよ、寄り添って。うさ団子の出来上がり。よし。よし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 。てか今うちにうさ団子あるんですよ。な、え、あ、いいね。あれでしょ、モンハン出てるやつ。そう、モンハンのコラボね。え、ちょっと食べに来てくださいよ、今度。え、行きたい。行きたい。来てほしい。冷凍だから、なんか持っていくとかができなくて。あ、じゃあ1ヶ月ぐらい持つから。いけるね。そうそう。え、ちょっとみんなで食べましょうよ。食べたい。え、いいなー、食べたい。来てほしい。食べよう、食べよう。団子パーティーしましょう、団子パーティー。団子パーティーしよう。ちなみに、いいんだな。こよりの家ってことは、買えるだけいろんなものを買い込んで、こよりにプレゼントするってこと。なんで、どういうこと。直帰できても。あ、いいですか。我ら貢ぎ隊だぞ。もうすごい、もうリュックとカバン3つぐらいで行くけど大丈夫か。紙袋に詰め込めるぐらいにみたいな感じで行くか。コミケ帰りの人みたいになっていく子。大きな紙袋持ってきてください、じゃあ。あの、こよりの T シャツ着て行くから。あ、いいね、いいね。嬉しい。え、来てくださいよ。もうね、今日は、一応、ま、軽く罰ゲームルールがありまして。はい。何をするんですか。まあ、あの一回ね、一戦ごとに、まあ、最大3オーツあるわけなんですけど、はい、このね、オーツ回数をね、それぞれちょっと数えていきますと。はい。で、まあ、例えばね、一戦のうちに僕が一回オーツったら、その次の、ね、あの、戦いの時、僕は何かの罰ゲームをする、みたいな感じで、軽い罰ゲームがちょこちょこありまして。おー、なるほど。はい、最終的に合計点。一番最後に誰が一番おつったかで、おごるメンバーが、次カナリアのご飯おごるメンバーが決まると。なるほど、実質はこよりがおごる。可能性が高いということですね。わかんないっすよ。なるほど。結構カナリア先輩もね、危ないですよね。まあ、ちょっと久しぶりだからね。まあ、でもわかんないよ、ね、どんな感じになるかね。これはもうわかんないですね。同じくたちだからね。そうだよ、だからみんなちょっと罰ゲーム、あの、ゴビニャンとかそういう系でいきたいと思いますんでね。オッケーでーす。楽しみだなー。それじゃあ、スタート。コヨーテはニャンをつけさせられることに対しての抵抗力はどれぐらいあるの？ものすごいニャンアンチいない？ニャン、なんかこよりこう気が抜けるとなんかニャンって言ってるんで、あんまり。あ、全然オッケー。アイドルになります。じゃあ、ゲコとかの方がいいんじゃないか。なんでゲコの方がいいんじゃないか。罰ゲームにならないんじゃないかっていう説はありますね。アイユーに直してくださいよ。じゃあ、ゲコにするか。あーって言います。にゃんじゃなくて、あーって言いますから。マジでゲコ。めちゃめちゃリアルだよ。お父様みたいになってもらおうよ。それを、フレア先輩にやってほしいな。やだよ。来ました。始まりましたよ。よーし。一個ずつもらってか。帰ってきて。え？いろいろ久しぶりだな。一個ずつもらい。あ、フレア先輩残り二つどうぞ。どうぞ。あ、いいよ、小よりもう一個持ってきな。やばい、出てる。カナリアの悪いとこ出てるよ。大鳥取ってある。ちょもらってこ。初心者に優しい。やだって。我々も初心者だけど。まあ、でも、確かに、持ってきな、小より。もらいました。ありがとうございます。あ、いいね。こういうの、後輩が持っていくってもんよ。最近さ、あの、死ぬほど取りに行くっていうさ、癖がついてしまってさ、一回取り取ってくるわ、やりそうになっちゃう。取り取ってくる。
鳥さん、鳥、そう、鳥集めないとマックスが増えないんですよね。そう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 。鳥確かに。星6だからね、さっくり来たよね。そうですね、まあ、もう余裕でしょ。これ姫っぽされちゃうかな。うん、もう姫姫よ。ね、小百合だってもう到達する前に行けちゃうかもしれない。もう終わってる可能性あるわ。普通に。なんともう、あれどこ行った？あ、いた。まあ、とりあえずカナタンが今戦ってるからそれをとりあえず眺めるってことでいい？やめろやめろ、なんでだ。一緒に狩猟しようよ。頑張れ。熱い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 よ。まあ熱い熱い辛い。レウス君だもんね。一瞬レイヤちゃんかと思ったわ。レウス君だね。男ですね。良いんですよね。そう、レウスめっちゃ怖いですよね。そう、なんか多分さ、このライズではめちゃめちゃ強いってイメージがあるな。多分君たちは地上だからかもしれないね。あ、空を飛べばそんなことはないと。そう、通行、やべ、ええ、これまずいよ。やめにかくる。これ、うわぁ、みんないっぱいいた今。ほいほい、ナイス。はや、あれ、おかぁ、よし、おるよし、尻尾切ります。頑張ります。お、役目だからね、3人とも役目。全員役目を担っている尻尾。あ、全然羽狙ってました、すいません。あ、羽狙ってます、羽狙ってます。うわぁ、我々が切ります。切っていきましょう。いやんいやん、何でした、セクシー食らってしまった。あ、セクシーなとこ出てしまった。うわ、お、すごい狭いところで戦ってますね。危ねえときは上から行くのが一番。そう、通行ね。飛んでるなぁ。めちゃくちゃ飛んでおる。うわぁ、むずい。まあ、足っぽ当たるかなと思ったのに。いやん、完全に。いや、行ってるじゃないですか、タズ先輩も。助かりました。なんかわからないけれど、とてもありがとうございます。てか、なんで私、回復薬3個しか持ってないんだろう。これ、やめてね。よろしい。もしかして、これよりさっき、うちは、広域化ついてるやつを。広域、うわぁ、なんか懐かしいな、広域を。そう、1しかついてないんですけど、あ、飛んでいった。イェーイ。これもらおう。ちょっと一回、私、キャンプ戻るわ。なぜか回復薬3つしか持ってない。少ない。あれ、少ないよ。行ってきてください。持ってきてください。じゃあ、我々で行きますか。その間に終わってたらすみません。すいません。終わるかな。いいんだよ、別に。終わってたら。ね、ハギ取り頑張りに来てくださいね。あ、そうだよね。遠いところからのハギ取り、あったあった。ね、間に合うかな。いいけど。気にしてねえけど。かわいいやが。かわいい。かまへん。え、なんだっけ、あの人の名前。アンジェルフみたいなやつ。アンジェルフみたいなやつ。アンジェルフ。そうだ、アンジェルフみたいなやつだ。アンジェルフこっちだね。ノーボディアス。アンジェルフ。あれ、アンジェルフ。始まる。アンジェルフバーサス。はい、今やる。ビオレウス始まったー。大祭りだ。うわー、すげー。いいぞ、ビオレ乗れるぞ。待ち前、まずいいすか。総竜じゃ、これ行け。これ総竜の小寄りなんで。総竜の小寄り、え、それちょっと僕も総竜の彼方なんだけど。それどっちがかぶってんだわ。どっちが総竜かを今日決めましょう。いいよ、無破壊。本物の総竜はどちらか。どこだ、これ本物の総竜はどちらかをね。ちゃんと緊急回避もしていく。素晴らしい。うしょー、ナイス。ナイス。拾っとる。優雅に拾っとる人おる。やべ、超攻撃いけなそうだから大技いくぞ。はい。二つ目だね、二つ目かぶりとは。そうだ、これアンジャナフの方なんだけど。オッケー、邪魔や、アンジャナフ。急にアンジャナフ邪魔や。初めてのキャンプから行ったら迷子になりました。やばい。ヤフレア先輩、迷子ですか？あ、帰ってきたよ。あ、よかった、帰ってきた。これよりも拾おう。ふぅ、いやー、あ、ねえ、激凛でした。嘘でしょ、魔物から。あーたー、油断したな。大変だ、先輩。激凛に動揺しよって。これは、いや、まあ、これは私、壁がねえ。え、
何もなくて成功してなくない？下に降りれば激凛出た激凛出た上に彼女先輩は落ちた。今尻尾、尻尾もちょっと待って、まだ今戻っていない顔だ。尻尾まで行ったよ。あなた、あれ、アンジャナフとすれ違ったわ今さっき氷に乗ったアンジャナフ、アンジャナフさんとすれ違った。なんかでも心なしかあんまり火打ってこない。6のやつちょっと優しいのか。そういえばこれ6だったな。あれ6なのに落ちた。あれ、まだか。いやいやいや、これは最初パフォーマンス、パフォーマンス。あ、なるほどね。まず見せていかないとね、パフォーマンスを。優しさ、ね、先輩の優しさってことですよね。こっから本気ですよ、こっから。私と小寄りでなんとかなりそうだわ、くねさん。ゆっくりしてていいよ。なるない、今急いでる、今急いでる。飛んでる。もう倒したからね、待って、はみ取れないかもしれないしね。大丈夫。いやー、これもう、なんで仲間にダメージ入らねえんだろう。あ、こっち来てる、こっち来てる。逃げるなー、僕がやった。おーい、できたばっか。もう逃げちゃったよ。逃げられたんだけど。間に合ってないですよ、先輩。今日は NG から僕とレウス。どこ行きやがった。真っ先に行ってやる。待て。タル爆弾ならダメージ入るよという有識者からのアドバイスが。タル爆弾？タル爆弾謎を持ってきた人はいるのか。私持ってるよ。え？お。タル爆弾使ってもらおうかな。先行弾とかあると。あ、そうですよね。地上で戦う上ではね、いいんだけど、ね、確かに目くらましになる。昔は使っとったな。使っとっても最近そんなものの。あ、じゃあちょっと今先行弾は使うんで、二人とも早く来てください。僕が使うところ見て。早く、僕が閃光弾使うとこ見て。じゃあもうちょっと、まだかな。待って。カメラに収めとくよ。ちょっと、収めといて、収めといて。カメラ機能ってのを。ほら、見た。あれ、でも写真は撮れなかった。見た。写真撮ろう。みんな戦ってるところ。あれ、はい、せーの。あれ、はい、せーの。写真撮った。え、閃光弾は撮れませんでした。早すぎた。撮れ撮るって言ったのに。閃光弾使った？使ったもん。2回も使ったもん。見てないと思って。2回も成功した？成功しました。落ちた？ちゃんと落ちてない。飛んでなかったからね。なるほどな。飛んでない。閃光弾の使い方知らなくて草って言われてるんだけど。みんなに見せなかったんだよ。ただ単に撃っただけと。俺でなくなってしまった。やだ。危ねえ。あ、やめない。行かないで。逃げろ。また来た。でもあれだよ、昇竜はクールタイムがあるんだよな。そうですよね。もう一回来てくれないと無理かな。だからもう邪魔しに来たってことですよね。そうですね。ちょっと通行人ってことだったわけだ。一般通行人。アンジェナフ。通行人。一般通行アンジェナフ。うん、おー、ナイス。お、しばけた？来ましたね、誰だかが。もう僕出てきちゃおうかな。おしりさんがいる。ナイス。やったー。おー、あー、早かった。あ、イエーイ。見てるだけだった、今。あじゃーん。なんだ、これ。やばい。めっちゃ動くけど、今日は。あれれれれ。ということで、介護は必要ないんですよね。あ、そうでしたね、そういう意味ですよね。あれれれれ、足の引っ張り合いするよ、今日は。今日はね、助けませんよ。粉塵持ってるけど。粉塵置いてくれば次。粉塵使いましょうよ。痛い。これ、失敗しちゃうよ。おつ回数を競うんだろ。そうだぞ。失敗しちゃうよ。甘くないんだ、ホロライブは。でも、しれっとモンハン始まってっからね。確かに始まってっ。もう始まってる。さりげなく始まってるんだわ。やっちまったー。尻尾切って浮かれてたら燃えた。急げ。こまめな回復は大切。こまめな粉塵も大切ですよ。粉塵はいらないよね。危ない。よし。さあ、帰ってきました。ここからだ。燃えとんな。燃えを。降りてきやがったぜ。えい。うわ。
地べたが熱い。暑いね、もう暑い。暑い、暑い、誰かありがとう。こよりです。こよりありがとな。ありがとう、こより。声聞かつけて、なんでつけたんだ、こより。ゆれ。モンハンって協力ゲームじゃなかったんですか。そうだよ。だよね。今日、あー危ね。もう尻尾にしか当たらないんだな、高すぎて。危ないから回復しよう。あ、なんか助かってんの。あいつ公園に光つけ、食いてるかも。二人とも君たちサポート能力が取らねえと。優秀なんだよ、優秀すぎるんだよな。そんなくていいよ。それ必要な。耳栓とかついてないやつおる。耳栓ついてんの。いや、総中高は耳栓が使用でついてるから。マジっすか。そうなんですか、使用。あの、3色の虫を集めると。あ、そっか、そういえばそうだった。そういうことか。でも、飛んでて全然攻撃できん。そういえばそうだった、総中高。それをちゃんと使いこなしてるの、偉いですね。3色集まってるの、さすがですね。そう、これにそれができなかったから、総中高やめたんですもん。そうなの。虫の難しいよね。正直タチはタチで難しいよなって思う。タチむずい。タチむずい。皆さん尻尾やりました。あ、取ってない。あ、尻尾取ってない。ここですよ、尻尾。尻尾、小よりの取った尻尾。次で終わるんじゃないかな。お、そんなに削れてます。いけるね。尻尾取れてるし。おいし、結構 V 破壊も出ましたしね。ちゃんとやってる。鉱石は取ったもん勝ちだ。鉱石しっかり取って。石炭やった。取って。こっちか。こっちじゃなくね。上か。ん？こっちっぽいですね。ついてこう。鉱石も。あとでみんな百竜やらんか。いいですねー。おすすめやりだな、百竜は。百竜やらんか。やりましょう。あれ焦げてねえじゃん。ん？焦げてねえな、僕。ちょっと、研いできますわ。あ、目の前で研いでもいいんですよ。今ね、後ろで研いでる。あー、二人が。おい、こっち来いなー！危ない、危ない！ほんまに！こっち見んなって！今、研いでるって！完全に研ぎかけに、吹き出しあるよ。岩の後ろに。岩が崩れたねー、岩が。一般通過アンジャナフ。完全に通過していっただけだ。乗れるのでは。おら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 。あ、いいですね、こけてるこけてる。ナイス、ずっこけたずっこけた。おれおれおれ、はい、なんなん、ゾーク回転切り。うわ、よし。あれあれ、何を移動した。移動したにゃん。我々に恐れをなしたか。完全に僕たちにひよってんねや。ひよってますね。間違いないね。いけるなぁ、これは。ちゃんと鉱石集めながらやってる人久々に見た。え？鉱石は大事でしょ。うん、鉱石大事。あ、これキャンプの方が、あ、もちろんキャンプの方が近いかな。キャンプから行くかな。あー、あ、まあ、どっちから行っても全然。確かに。こんな。もうついてしまいそう。こっちか。で、こうか。迷子になるんだよねー。そう、ややこしいですよねー。お、いたいた。あ、いた、いた。うわぁ、はい、テリムシゲット。かけじめし大事。あぶー、あぶねえ。いや、まだ、こより、なんかかけりまーよけるみたいなのできてないの。あー、こっちじゃねえ、こっちじゃない。受け身みたいなやつ。そう、受け身がまだできないんですよ。なんかね、そのうちでき、僕も最初全然できなかったけど、ね、突然できるようになる。マジですか。なんか、あ、これかよみたいな感じで急に来る。やばい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 。無理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 。助けちまったか。助けてくれ、助けちまったか。優しさだけで、あぶない。まあ、でも正直ここまで来たら普通に討伐したよね。討伐しないよね。
そうだよ、そうだよ。始まってるからさ、一応そう期待するんじゃないの。そう、みんなもう、おっと期待してるから、2人とも。あ、捕まえられます。捕まえられます。ナイス。かかりますか？ありますよ、ワンナ。じゃあ、ワンナで行くか。ちょっと暴れ狂ってて、どこで置くか。あかん、ちし。やばい、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 やばい。おじゃ、なんかやばそう。なに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 、待って、待って、足元でやりたい。えい、置いた。あ、お互い置いた。みんな置いてるかもしれん。あーイス普通に落ちりちゃって、ナイス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 、めちゃめちゃ久しぶりだったな。すごい、いっぱい罠がある。いっぱい罠、落とし穴もある。ほんとな、罠だらけだ。よう寝とる。グッド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 、初めてのグッド。完璧や、やったー、イエーイ、ありがとうございます。イエーイ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 。キラキラはない、ない、キラキラない。あれ、なんかあれ、落ちた数が多い人が罰ゲームって聞いたんですけど、落ちた人リが2人映りました。かなりが。かなりが。ゲコゲコゲコしてくれるんだっけ？ゲコゲコ。フレア先輩以外2人ゲコゲコしてる地獄みたいになりますけど。めちゃめちゃ地獄じゃん。よろしいですか？よろしいですか？ゲコ。もうやる気満々じゃん。じゃあやるゲコ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 か。じゃあカナタンはウホウホにしてもらっていい？なんでやだ！おい。ウホとゲコ、ちょっとここ読めないやつやっていい？はい、これは読めない、誰が最下位になるかが読めないやつやるわ。やってください、ウホ。あのなんかいぶし巻彦の百竜夜行ってやつが出てきました。お、今一応一個受注したけど、オッケーです。どうする、いぶしにする、どっちにする。あ、でも、買っていただいたやつ、行きましょう。オッケー。わー、いいね。いぶしまきひこもお願いしていいですか？え、いいよ。まじ、禁止してぶち切れ？なんだそれ。なんか、これはね、何回映っても大丈夫だけど。来たウホだね。あ、これ、ごめんだったい。小よりが、いけないっぽい。あ、ほんと？資格がないようだ。あ、貴様に資格はない。じゃあ、まきひこ行こう、まきひこ。ごめんだったい。8以上じゃないといけない。あ、忘れた忘れた。大丈夫、これから8になるから。え、もう。うん、そうだよ、もうなるよ、一瞬でなるぞ。まずはマキヒコ行こう。すいません、これで初めてのマキヒコです。ブチギレラージャンめっちゃ面白いからね、一緒に行こうね、今度。行きたい。カナタ先輩がブチギレるってことですよね。違う方、違う方。違う。服装もろいからね。絵面が大変なことになるよ。やっぱ釣られそうになっちゃう。見たいゲコ。早くハチになりたいゲコ。マキヒコ、あれ、ナルハタじゃなくてマキヒコか。あ、マキヒコです、ゲコ。マキヒコか。マキヒコ、ハチか。マキヒコか。じゃあ、竜だね、竜大生だね。竜大生。あ、竜大生。竜大生と異形術かな。マキヒコってのどんな感じだったっけ、なんかいつもな、マキヒコ全然覚えてないの。マキヒコなんか卵がないっていうのだけ、ね、ちょっと大変。ええ、なんか卵がないっていう情報だけ聞きました。実質に。あ、そうだね、そう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 、それね、あのリスナーさんがねずっと言ってるんだよね、姫の方には卵があってマキヒコにはないって。そうだね。そう、みんなが言ってるんだよ。ちょっとこれも見て確かめてほしいなって。見たくて。今初めて会うね。そうだよね。見たいよね。楽しみで結構。見たいよ、ウホ。見たいよ、ウホ。見よう、ウホだね。地獄なんだけど。見よう、ウホ。見よう、ウホだ。見よう、ウホ。先輩が選んだ地獄結構。そう、ウホよ。え？ってなるやつ。これで行ってしまうか。これを準備完了にしてと。
ピクデギャコ行くほう。こより誰かと百鬼夜行やるの初めてで行こう。怖い。頑張るほう。五国様が喋ってる下校。下校はな。あ、本当に下校。かぶってる下校な。あ、で、うほう。いやいや、そう。こよりの弟子で下校、こいつは。あ、これこよりがいるから見れるよ。こより用の。え、美しい下校。オスやぞ。なんか、あの、双子のお姉ちゃんの声結構。おー、ブロッコリーが飛んでいく。綺麗結構。あー。ないからね、こっちはね。エムシマキヒコ。しまった。あんまりイケメンではないゲコ？まあイケメンというのは諸説あるもんな。まあまあスルッとしてるゲコな。でも姫の方が個人的には好きほな。姫も会いたいでゲコ、ね、な。そうか、姫にはまだ会ってないの。そうなんでゲコ。かなんか、はい、小鳥取って小鳥。小鳥。小鳥。小鳥小鳥言っておくけど、私百竜超苦手だから。頼むぞ。それ僕もなんで。だって小より指示待ちになる予定なんで結構。あ、戻り玉はみんな持った方がいいかも。はい、戻り玉を持ってね、みんな。はい、大本陣は2個しかないのかな。誰か持った？間違えたわ。どうぞ。大本陣1個持ちました。オッケー。任せますって結構。ね、久しぶりすぎてもう準備完了しちゃったけど、二人はしないでください、お願いします。本当だ、3分の1何にも準備してないし、もう準備完了しちゃった。ウホ来てゲコってなってるゲコ。アリスタがもう乗ってて、いやまず夏もうやる気満々ってことですかね。気持ちだけはね、ということウホな。これに1個ぐらい適当に里森設置していいゲコ。そうだね。いい方ね。ここが第一陣。ここに、なんか竹みたいなのは、あった。竹爆弾みたいなのがあって、二個目にも、私これでやろう。こうして、これでやるウホよ。あれ、ウホが増えてるゲコ？ウホウホ。準備万全。準備万全。嘘嘘。ちょっと まずウホ。あれ、あ、ま風景はまだのかな。ここはいいか。これより奥の里、奥のとこで打つゲコ。ああ。でも手前にいた方がいいゲコ。最初手前で。最初手前行く。最初手前でいいんじゃないかな。なんかね、この最初前の方がいいウホな、多分。これってさ、ね、クロはさ、はい、百両は初めてなの？それとも前のやつでやってるの？一回さ、あの、里クエではやってるゲコ。里クエではやってる。はいはいはい、はい。来てくれたゲコ？前作ってあるの？モンハンの。あ、前作にはこれはない。もしかしてこれ里森ばっかり。これより一人、あの、一人の里森をちょっと始末しないとダメウホな。よし、こいつを殺したゲコ。もうダメだ。よいしょ、ほら。あ、おらおらおら。もうダメだ。フルフルちゃん、懐かしい。フルフルかわいいゲコ。徹底的に狙われてやがる。あ、ほんとだ。今、守ります。今、守る方。カードか。えい。青柱だっけ、これ。青柱が。狙ってきた。もうしょうがねえ。みんなでやるものなんだ、この百竜夜行は。ウホ一人でやってる時も天敵来ないで。そうなんだよ、そうなんだ。ウホずっと先に散らかしてた。ウホもう直接言ってるけど。あれ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 、果敢な先輩がいるゲコ。直接言ってる。え、直接言ってる。ウホ気絶成功。おい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 、いいゲコ。いいねいいねいいね。すげー、ナイス。ちょっとこいつを一回。お、ね、里森にして。あ、
それやば。フルフルどこにいる？そっちにいる？フルフルこっちに。後ろにいるゲコ？後ろにいるゲコな。後ろゲコ。ここにフルフルやりやるゲコ。やるウホ。わあ！わけわからん。やるゲコやるゲコ。オッケーゲコ。よしオッケーウホ。ナイスゲコ。ウホ。あ、お、なんかゲットウホ。バリスタで絶対。これが絶対できたんじゃないの？あ、大物来たゲコ？バリスタ、あ、大砲にしちゃおっと。あ、これ落とさなきゃダメか。ピャン！うわー！後ろからのゲコ！あ、のろしだー！のろし！のろしが上がったぞー！懐かしいじゃん！フルフルのろし上がったらからが本番だからね。のろし上がったらね、もうすべてが。あ、ちょっと待って、でもあっちに今駆け出してきたやつがちょっとやばいんで追いかけます。はい、やります。あ、フルフルもいます。フルフルやってやってます。じゃあこうしてこのおさえずちだっけ。おさえずちやります。おさえうごう。え、これで、あれ、フルフルと戦ってると思ったらいつの間にかおさえずちと戦っていた。動けません。こよりこよりなにして、これバチバチやってます。なになにしてるゲコ。これあ、絡み、待て、おー、あ、フルフル撤退いる。フルフルは撤退した。ウホむず、ウホゲッコーよし、鳥のレベルも上がった。ウホ総流、ウホ総流乗りました。アウアシラに総流のカードやる。ウホほら、誰もいねえ。周りに誰もいねえんだけど、壁にぶつけるんだ。あ、いたいたいた、おさえずちいた。いたいたいた、おさえずちやってやる。ウホよ、はいはいはい。ここは設置ないゲコ。ほら、ちょっとフルフルが直通しちゃうな。フルフル危ないな。フルフル行きますゲコ。はいはい、おさえずちが逃げていった。フルフルと遊ぶのもなんか百流になってからの方が遊びやすい。はいはいはい。お、全員撃退。ナイスゲコ。あ、ナイス。おしら、あ、おしら、こいつだけまだ乗っ、まだ乗ってんの、すげえな。まだ乗ってる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 。さあ、よし、やった、完璧や。乗る時間長。イエーイ、完了。ナイスゲコ。結構長い時間乗ってたな、びっくりした。あんな乗れるものですか。な、これがね、総流の彼方っちゅうわけですわ。いや、ちょっとこの2つのは捉えてしまう。やっぱり同族なのかな。同族じゃない。誰がモンスター。あ、ちょっとこれ間違えちゃった。動揺しちゃったよ。サトモリのやつら配置しとこう。激流装とか使っていきたいね。あえー、激流装、激流装ここにあるよ。使いたいですね。横からバシーって出てくるやつ。そう、なんか槍みたいなやつがズンって出てくるやつ。はい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 、やろうやろう。久しぶりだな、懐かしいな。あれ、空ぶっちゃうんですよね。わかるよ。わかるわかる。そういう時はね、カナタンをおとりにするんだよ。どういうことで、いや、やめてください。いけ、カナタ先輩って言えばいいってことですね。いけ、カナタ先輩じゃない。ちょっと二人ともにやってもらうからな。あ、ここでも里森にしすぎかな。まあいいか。頼む、カナタンってやるからさ。いやだ、いやだ、僕はおとり、あ、なんか落ちてる。じゃ、私は激流層の前で待機しよう。お、いいですね。激流層のフレア。これ私がやる。爆弾投げくないを拾いました。やったじゃん、小よりそれめっちゃレアアイテムやで。え、マジですか。え、マジやばい。ナイス、小よりそれ拾うとかやばくない、マジで。みんなちょっとずるいんですけど。いや、でも羨ましいわ。なんでよ、ちょうど本当に。え、そんなレアなアイテムだったらやっぱ先輩に打ち付けるべきなのかな。打ち付けるが、打ち付けるが。もったいないからやめろ。え、プレゼントした方がいいんじゃないかなって。やっぱレアなアイテムだから。せーの、レアな感じにしてくれよ。やめろやめろ、オータリムこっち向くな。あれ、当たんなかったんですけど。まあ、残念ながらね、ここはね、ウクタちゃん仲間っていうことになっていたが。爆弾だからダメなの、当たんないの。爆弾だから当たらない。爆弾、爆弾は当たらってさっき。でもさ、バリスタの攻撃も当たんないよ。そっかー、出会えても今両方無駄打ちしました。残念だった。
爆弾を来ました。爆発したね。爆弾を爆発した。爆発したね。どっちもどっちやな。あ、なんかいるけど。来たね。来てるけど。うつし教官も解放された。うつし教官も解放されました。マナ弟子。あれ。マナ弟子なんて覚えがないのにマナ弟子って言ってくる人。そう。そうだ。あー、この岩のゴツゴツくん。痛い。とっても痛い。やってくれたね。いくげこ。いやもうすでにあっちにおるやん。なんか奥行っちゃったげこ。いるわ。奥行っちゃったね。強化されている。ちくしょう。行け。行け。あ、やればよかったな。こっから、あ、君里森やん。あ、君も里森やん。あ、そう、そこに里森、なんかそこ下で戦うことが多いから里森にしちゃったんですよ。なるほどね、ちょっとあるある。里森たち、君はのきな。ここはあなたさんの大砲だぜ。ハメ電撃だ。このうち製造機がよ、痛い。上の方にいる、なんかよくわかんない、なんだっけ、名前忘れてたけど、痛い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 。あ、反撃のノルシアだった。これ反撃のノルシ、小指が叩いちゃったんですけど、これいいんすか。素晴らしい。いいよいいよ、助かる。神神、あのもう門の前にね、バゼ君がいるんだ。たくさんいる、たくさん。やらんとやべえ。お、門がやばい。あれ、ソウリュウ。あ、ノルシア上にいる。アイチュ落としたいな。あ、なんだ、倒れた。もったいな。はい、あ、こっちだね。これは乗ってるから OK ということを。ほい、にゃー、ここにいる。はい、うわ、爆破投げくらいゲットしちゃった。ひゃい、爆破投げくらい、爆破投げくらい。レアモンじゃないか。めちゃめちゃレアモンをゲットしました。なに、今しちゃった、しちゃったんじゃったんすか。いて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 、ちょっと待って。あー、あれだ。おい、うわー、大軍人、マイト、マイトいたわ。門の前にいるやないかーい。門の前いるんすか。いた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 。こいつと戦ってる場合じゃないか。はい、よいしょ、よいしょ。門が一番、門がね、まあ、黄色だからまだあれだけど。ビシュテンゴナッツ。あ、ほんとだ。まだ元気なんで、ちょっとナッツチームの夢だけで。すみません、僕が久しぶりなだけです。すべて全員現役です。今、ビステンゴ、まだ現役で活躍してる。みんな全員現役です。あ、ビステンゴちゃん、かき投げ。ビステンゴ、うわ、こいつすごいですよね。なんかいろんなの使いこなす、毒とか。ね、なんかね、すごい柿を投げてくるイメージがある。そう、いろんな柿を使いこなす。イエー。うわー、もうこの百霊薬の滝くれるからね。滝くれるおじさん。おじさん、早口言葉みたいになってる。かきあげちゃおうに、あげちゃおうに。あいつ、あいつ、あ、燃えた燃えた燃えた。このぐちゃぐちゃ感よ、百霊薬の。みたいね、お祭りですね。もうやばい、絵面が、絵面がやばい。もう何がな、どうなってるのかが、もうなんか誰がお帰りになる人たちなのかわからない。わからない。あ、小石もできてない。これが、なんかそうだよね、研ぎたくなるよね、これ途中。あ、君は誰？設置ができない。あ、でもなんかそんなにダメージ多くないから。なんだなんだ。焦らなくても大丈夫。はい、すごい声聞こえたけど。大丈夫です。本当に？里森を設置しとこうと思って。里森をやってしまった？違います。里森を設置しようとしたら、あ、死にます。あ、大丈夫？あ、こっち、これでレベルが上がった。お、まだのろし中だから。大砲撃っとけ、お前は。あちぃー、大砲だ、大砲だ。お、ソウリュウ乗りました。あ、やべえ、ウホのことすっかり忘れてた。ウホ、あ、ゲコ、罰ゲーム。あ、やった、ウホ。罰ゲーム忘れた、罰ゲームでゲコ。あ、ややこしい、ウホ。罰ゲーム忘れた、罰ゲームゲコか。でゲコか。あれ、あれなんか。これも大体忘れてたゲコ。忘れてた、ウホ。これもしかして、2カ所目の設置行った方がいいゲコ。あれ、そうだ。絶対壊されちゃうやつって、ここだっけ。なんかさっきコメント欄で2カ所目行けゲコって書いてあったゲコ。
そうだったウホな。じゃあ2カ所目。あ、テントに入っちゃったゲコ？間違えたゲコ？違うゲコ？こっち側。こっち側って置けたゲコか？あ、置けぬみたいゲコ。こうして。まだ行かなくてもいいけど。あれ？ここゲコ？あれ？ゲコ。行っとくか。なんか迷子ゲコ。こっちだっけ？あ、そっちゲコ。あそこテントゲコ。次最終決戦？次最終。次が最終？あれどこだ？でも最終準備し、あ、あれこっち？爆竹しまっちゃった。こっちから出てきたんだっけ？置いてくれたのに。迷子ウホ。あ、ここか。先輩？先輩！ちょっと、ちょっと久しぶりだからね。いやー、こういうわけだ。ここに置いて置いてと。あ、間違えた、ゲコ？あれ、二人もう来てたんだ。お待たせー。おっせ。先輩、おっせ。あ、もう来てたんだ、二人とも。やべ、里盛り出しちゃったよ。動揺して。一応でも向こうで待機した方がいいのかな？あ、待機は向こうの方がいいかもですね、確かね。あっちから抜けたな、ここの奴らがやってくるだけか。やってくると。すげえ、下の土地で大砲撃たされようとしている里盛りがおる。その里盛りはもう捨てだ。もう分かってそこにいるんだ。せやな。これが現実なのだ。死を察している。すまねえな、里森。身を寄せここに置いとく。悪いなという、あ、なんかもう来た感ある。来た感あるね。来た感あるね。戻らなきゃ！なんか来た感あるね。もう。ちょっとここだけ設置してから戻ろう。門すげえな、こっちから見たら。ボッコボコだよ。で、戻りだわ。もういっぱいいる、ゲコ！戻り玉！いっぱい来てるゲコ？飛んでるゲコ！ゴリ？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 わけ、わけがわからん、ゴリ！ゴリ？ゴリはわー、ジンオーガさん！わ、ジンオーガさんだ！いやー、ジンオーガさん！こよりをおつらせたジンオーガさんだ！今日さん、おつさせられた、ゲコ！さん、おつさせられた！あ、ジンオーガさん！里森、そこどけ！おめえにはもう荷が重い！ほら！早いな。いた！荷が重くなるの早すぎるよ。落ちろ、落ちろ。荷が重いって言った瞬間今始まったばっかりなのに。大変せこの戦いにはついてこれまい。てんの持って。あー、やったー、登ろうとしたもんがー、開いちゃった、ゲコ。僕が登ろうとしたもんが。お、開いちゃったね。こんな息を吸うように。おいでー。これで行く、ゲコ？僕のワンワンがおらん。わわ、あ、来た来た来た。なんか人がいた、ゲコ。なんだこいつ。まだ大丈夫。人がいた？ヒーフーミーとか言ってる人がいた、ゲコ。誰？怖い。誰だ？シュー。あ、これ里森。これも里森。あ、これも里森。里森係を設置してる、ゲコ。ちょっと見えない。里森。狙われているぞ。え、ないよ。これも里森。あ、この大砲使える。これだけ、こうして、バリスタを、本当はバリスタ使った方がいいんだけどな。あ、UFO。バリスタが壊されすぎて、全然仕事に。四つ見は動画。ほっ。四つ見は動画。これ当たるかな？すげえ、いってるゲコ。四つ見は動画2匹もあるゲコ。当たるか。痛い！やばいやばい。こいつ。あ、でも何人か倒れた。カナダの席ねえから状態になってる。こっちドラなかったよね、確かね。ドラど、なかったでしたっけ。あ、ドラここにあるげ、ここどこにあったか。ドラ鳴らせる？あ、鳴らすか。はい。あーあー来た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 。ドラ鳴らしまーす。ありがとう。反撃ののろしも上がり。破竜砲ってどのタイミングで撃つんだっけな。頃合いを見て。こ頃合いを見て。わかりました。これ、あれかわいいねー。あ、ねえねえ。キラキラしてるゲコ。そんな一直線に、門に恨みでもあるんか。門大好きゲコ、この子。なんか巻き上げたらだったな、巻き彦が。巻き上げたら？のろしが上がってる。うっ。うわぁ、懐かしいよ。行くか。
解放っていう場合じゃねえ。そうだ、もうやっちまえ、直接。うわぁ顔怖い、すごい顎がえげつねえ、ない。あ、これ流撃法、あ、なんかね、そんな攻撃やめてください、当たったら死んじゃうゲコ、やばい、あー、フゲを召喚してみる、お、フゲナイスフゲ、サトモリ、道に置かれたサトモリも頑張ってる道に置かれたサトモリまだ死んどらんのか、あ、まだ掘る、まだ頑張ってるぞ、あ、なんか、じゃあただのバリスタを出してる場合じゃない、よし、はい、うわぁ、ちょっと大砲、道に大砲のバリス、バリスタちゃう、サトモリ出しとく、ゲコ頼むから仕事してくれ、サトモリたち、頼む、共に戦おう、サトモリたちにも家族がいるんだ、新しいカナリアのメンバーだよ、あら、お、ナイス、ナイス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 、さあ、引きの休みにしようと、おれおれおれ、ね、今のうちだ、尻尾切れるゲコ、尻尾切れるよ、うわ、確か、尻尾切れたと思いますよ、なんか切れた気がする、気をつけたよ、フゲン帰ったよ、え、え、フゲン帰った、早いゲコ、あ、これはこれバリスタのやつや、チャンスだ、リュウニャンチャラ、リュウニャンチャラ、こよりうち、ここにあるゲコ、これ違うゲコ、これ、ここよりやってもいいよ、あ、こちらが連射砲だったゲコ、これだよ、やってくださいゲコ、これで連射砲に来ちゃった、オッケー、くらえ、おぉ、ナイスいいね、7000だって、7000熱いよ、7000与えたのに生きてる、結構そうなんだ、こいつマキヒコだからな、マキヒコ逆に絶望する、結構、あ、ヨマギちゃんヨマギちゃん、ヨマギヨマギ呼ぶ、結構ヨマギ、うわあった、誰もいない、うわー、落とし物も拾ってゆく、ゆく、落とし玉を拾って、お年玉お年玉が早すぎる、お年玉拾ってもなんか爆弾しか当てられない、今のろし上がるんかい、のろし上がってなかったんかい、やっぱり親子あるある夢中になってずっと攻撃しちゃうってやつあるある、のろしじゃなかったんかい、また与えるダメージ全然違う、ゲコせやで、うわーい、誰もいない、おいしょ、上がってないのは薄々感じていたが、だが構わんと思ってさ、すごい違う、こう、もう全然違うね、でもあと400秒もあるけど、お、まだまだなんかちょっと弱っとる弱っとる、 V 破壊まで来てる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 、せー、巻き一歩誠意喪失した、いいね、入った、にゃー、気持ちがいい、にゃー、顔怖いって言うんじゃない、気にしてるかもしれないでしょ顔が怖いよ、この精神攻撃、うわっ、うわっ、うわっ、なんか爆弾置いてみるでしょ、当たってないやん、あ、僕の一撃必殺当たってないやん、よもぎちゃん帰っちゃった、みんな帰るやん、自分で置いた爆弾で、あ、疲れてるよ、疲れてるけど、疲れてる、疲れた、本当だ、疲れてる、疲れてる、ちょ、カナタはゴリ忘れてるよ、ゴリーあーゴリ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 だった、ほんとに今完全に危ないゴリだったな、ほら、あっ、あー、さっきから飛ばされてばかりよ、ゴリ痛いゴリよ、ね、なんで僕に呪われてるよ、許せないよ、許せないよ、こっち向くなよ、なんで僕を見てる、多分、あー、お顔のこと言ったから、好意ゲコ、好意、こわけいこ、あー、待って、注意しろって言われてる、あー、黙れ、あ、これなんちゃら砲ゲコ、なんちゃら砲、もしかしてもまだもう打てないのでは、あー、ダメだったゲコ、そういう時はもう大砲ですね、
コボコにそこら辺、あ、床椅子、床に床に外盛りを、おいおいおい、あ、やばい、もう刃がボロボロうほう、似てる、刃がもう隙を見て突撃を、折れそう、あー、あー、ナイスー、ナイスナイスナイス、はい、おつなしということで、おー、帰ってきましたね、はい、おつなし、おつなし、おつなし、ゲコー、おつなしだ、おつなし、でも爪があるからね、ちゃんともらってってね、と爪爪、エブシマキヒコって書いてるけど、めちゃくちゃ小さくなってる、ゲコ、エブシマキヒコだったもの、爪なのかな、ウロコなのかな、かけらさ、マキヒコの、マキヒコのかけら、ことはどんな時も、どんな時も、いぶしまきひこの、何それ、まき、マッキーだから、マッキー、あ、そう、そういうことで歌ってた、ゲコ、どんな時も、どんな時も、どんな時も、僕が僕らしくあるために、ふぅ、よし、これグッと遅れてない、ゲコ、グッドの送り方を知らなかった、ゲコ、グッド送れてない、そうでしょ、初めてじゃないよね、あ、こ、こ、こよ、こよ、ゲコ、こよ、こよと僕、似てる、ゲコ、似てる方、え、こよはわかるけど、こよだもん、 S だよ、 S、 S だ、 S、 イエーイ、よくぞやってくれた、いいね、スキップしたくれ、めっちゃ良かったじゃん、これで、ゲコ、ゴ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゲコ、もうゴリなのかゲコなのかわかんないよ、わかんないよ、でも素晴らしい、素晴らしいで、ゴリ、イエーイゴリになってる、ゲコやった、おつなしだ、おつなしだ、ちょっと緊急テスト、ありがとうございます、あれなのかな、なんかムービー入るのかな、あ、ムービーは一旦スキップして、あって自分で見ときます、ゲコ、お、大丈夫、大丈夫、ゲコ、ゲコ、ゲコしたら今星7が解放された感じ、違うんで、ゲコよ、なんか星6の途中で緊急が出たん、ゲコよに、緊急か、今のが緊急で、でまだ星6が残ってる、星6をあと2個やらないと星7の緊急が出ないという状況、ゲコ、ラージャンしようぜ、行っちゃう、ラージャン今ここには出てないんですけど、あ、あれ、うん、6なかったっけ、そう、7みたいです、ラージャン、あ、じゃあ多分7のラージャンとかだったらいけるのかな、貼っていただければいけるのかな、こっちで貼ればいけるのかな、またどうぞ、7いけるのかな、いけるのかな、ちょっと貼ってみていただいてもよろしいですか、でもハンターランク6だったらいけないかもね、どうだろう、ちょっと待ってね、うん、ハンターランク4以上だから7はいける、いける、あ、ほんと、やったー、オッケー、じゃあ団子食べてよ、バゼルギウスとか多分いけないんだけど、8以上、うんうん、あ、でも8以上、あ、そっか、 7だもんね、そうだね、4以上のやつならいけるから、ちょっと待って、うん、普通のラージャンはいける、ありがとうございます、初ラージャンだ、行きましょう、アキラ説、配信でしか見たことがないラージャン、じゃあ弱いの恋しますか、弱いの恋で行こう、みんなでやります、弱いの恋、あ、なんかね、弱いの恋は私しか多分ね、効果が、ね、クエスト頼んだ人しか、え、そうなんだ、聞かないらしい、知らなかった、あ、弱いの声だけつかなかった、あ、なるチケットつけてくださいよ、チケットケチっちゃうんだよね、いや、でもわかる、チケットもうたまりまくってる、いや、チケットなんかなくてもさ、ほら、私の力なら、私の運ならいけるかなって思うけど、カバシは立たなかったじゃねえか、豪運のフレア先輩をかなりやりになったら運なくなってしまうのか、でも最近マジで運ないんだよな、そういう時ってありますよね、今まで運くださいよ。よし、ラージャンな。ラージャン、ラージャンバーサス。なんでもないです。ラージャンバーサス。ラージャン。
ラーちゃんバーサス、いや、ラーちゃんじゃないっていうところむしろね、見せていきたい。小よりもね、初見だろうし。あ、確かに似てるかどうかを。カン先輩、こんな音似てるって違うにゃんってね、全然違うにゃん。違うにゃん。これまじ、あれ小よりこより連れてこい。小よりごめん、ちょっとフレア先輩とデートしてくるわ。え、待って待って、かえ、間違えるわ。解除して。すまねえ。どうして？すまんち。これどうすればいい？ま、なんかね、もう一回受付中。途中さかいけるやん。え、そんなことできるんだ。できるできる。知らなかった。そ、待ってっからここで。先にやって、先にって待ってっからさ。今行きます。小屋が受ける前だったから行っちゃったってことか。そう、ごめんね。私が。あるあるな、あ、これ間違えました。え、でもこれ、令和すごいですね。平成はこれクエストキャンセルしないと合流できなかったから。あ、そうなの？そうなんですよ。一回戻ってきてもらわないといけない。あ、そうなの？進化しとる。平成モンハン一個やったことあるけどね、誰ともやったことなかったから、全くマルチのこと知らないんだわ。あるあるですね。友達欲しいね。私友達欲しい。なんでそんなこと言う？友達だよね、カナリアは。ね、静かになってやめて。何静かになるの？めちゃめちゃ友達だよね。友達だよね。友達だよ。仲良し？なんか不安だな。仲良し小よりみたいになってる。仲良し小より？仲良し小より。仲良し小よりだよね。仲良し小よりだけ一人信じるよ。カナリアの絆信じてるよ。あ、エレオラ。あ、いたいた、小より見て見て見て。カナちゃんだよ。あれ？どう？カナちゃんじゃない。カナタ先輩。いや、それそれ、ラーちゃん、こっちこっち、カナタ先輩こっち。カナタ先輩こっち。ああ、これはラーちゃん。カナタ先輩ひどい子よりのことをそうなんて。で、私のライブの時にさ、カナタがロングトーンをしてくれたじゃん。はい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 。あれがさ、ラーちゃんってすごい言われてんだよね。そうなんですよ、ちょっと。拘束されて、あ、カナタ先輩が。違う、カナタ先輩じゃない、それラーちゃんね。それラーちゃん。違う違う違う。わかりやすいだろうが、全然違うんだわ。なんかカーソルが合わないな。そう、なんかロングトーンした時にちょっとのけぞってみた格好をつけて、そしたらなんかラージャンだって言われまくって、え、格好つけたんだがこっちは。めっちゃラージャンって言われてんねんあれね。ラージャンじゃない、ラージャンをリスペクトしてない、してるわけではない。このラージャンはね、お尻をね、お尻を叩いていく。頭が硬いのでね、おちりだよ、おちり。こうより。おちりか、頭だね。カナタ先輩がお尻を触るということを。違う！あ、助けて、ラーちゃんが！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 すごい！すごい、カナタ先輩！ラーちゃんのこと持ってた、今！逆うますぎる！逆が持たれてたんや、今！持たれてたよ！あれ？なんか、あ、なんか、わかんないけど助かりましたね。すごい飛ぶじゃん。腕が硬いんだったね。そうだね。なんか腕がゴリゴリに硬い。握力が高いから。いや、それかなった、それかなった、これラーちゃん。それはかなった。いや、なんかさ、ラーちゃんばっかり狙ってくるんだよね。いや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 、もう。それおかしい、それなんじゃ、それかなた、どっちだ？どっちだ？やめろやめろやめろ、やだやだやだ。なんでなんで強いんだ。じゃあここで先行弾投げちゃおうかな。痛い。お、うわ、拘束されちゃった。痛いよ。かなた、痛いよ。握りつぶしちゃうぞ。かなたじゃない。やめて。それはラージャンだろ。握力50キロ。これが50キロだ、弱すぎるだろ。あ、カナタ先輩の方が強いのでは。いや、違う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 、ラージャンの握力30キロなわけない。あ、お尻ゲット。あ、ゲットできてない。これお尻割れるんですか？買い物をしてるんじゃないよ。お尻割ろうな、みんなでお尻割ろう。お尻ね。いや、お尻がお尻に聞こえたっていうことですか？お尻ラージャンお尻に聞こえて、お尻、お釣り割るってみんなで割り勘ということ？かわいいな、割り勘なわけ。誰かが払ってお釣りだけ割り勘するという。お釣り割り勘だ。
ポンしている。おい、一応多いぞとか言って細かいところまで、あ、割っていく。ぐいぐいが一人で、あ、凝ってる。うわ、あ、トイレない、はい、お、あ、なんか泣いたぞ、うん、ラージャン。ラージャンが泣いた。カナカ先輩、なんか辛いことあったんですか。カナカ先輩じゃない、ラージャン。カナカ先輩、元気に笑顔だろ。ごめんね、相談乗ろうとするな、悩んでるのに切ってごめんなさい。いやいや、すっ、切られてるの、ラージャン。あれ、あれ、あれ、おい、あー、ちょっと早かったわ。あー、もうラージャンのことすべて忘れてる。大丈夫、いつも当たるよ、この球も。それも当たるから大丈夫だよ。当たるかな。激しい動き。助けて、誰か。助けて、誰か。助けて、誰か。背中に握りつぶされてる。握りつぶされた。痛い。いや、こっち来んな、こっち。高速系を。自分で自分でやってる。いけない、高速系をとか聞こえた。おい、いけないんだぞ、こいつ。カナタ先輩のおごりかな。いやいや、カナタが、ちょっと待って、今映ったのラージャンじゃね。今映ったのラージャンじゃね。あんなに突っ込んでたのに。僕じゃねえわ、僕じゃない。撃った。カナタ先輩入ってるけど大丈夫っすか。ごめんごめん、ちょっと今ビーム打たせていただきましたね。完全に高級エテニックを送るということに手を見ようした。ちょっと今月きついよって言って、どんな高い肉を、あれと一緒に、うい、うい、あ、やばいやばい。いや、まったく、ラージャンも落ちるんだな。ちょっとカナタ説得してよ、ラージャンのこと。まさに、いやいやいや、分かり合えるわけじゃないからね、ラージャンと親戚ちゃうねん。あ、行ってしまった。助かりました。ちゃうんけ、ちゃうわ、おいきん。あまねけちゃうわ。あ、うわお、あら、じゃないよね。うわー、来たぞ。入ってる、また入ってる。おりゃ、おりゃ、もうそんなにおごるの嫌なら言ってくださいよ。え、およりがおごってくれるのかな。まあでもゲームはゲームですからね。まあね。それはね。落ちないように頑張ろう。いや、ラージャン、それは痛いよ、カナタン。カナタンじゃない、ラージャン。はい、痛いやつに当たった。やれ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 、カナタン、ラージャン。カナタンって言った。やれやれ。いや、ちょっと言葉のあや。見る見るさ、よう耐えたな、こより。危ないところ、あと1ミリでしたよ。こよりさっき危ないところだったな、チッ。チーフ先輩、仲間がね、ああまだ吐くの早いよ。やめてよ、やめてよ、ラージャン、やめてよ、ラージャン、もっといけって今言ってませんでした。あ、言ってた、言ってた、まったな、もっとやれって。本当はカナタン結託してるんじゃないの、ラージャンと。確かに、僕もしかして敵側。そんなわけないだろう。裏切り者ってこと？裏切っていない。これどこだっけ、こんなの。どこだ？こっちかな？こっちかな？中からかな？中からか。こっちか。スパイじゃない、スパイゴリラ。スパイゴリラじゃない。久々に聞いたな、スパイゴリラ。もうスパイゴリラはね、スパイゴリラをやめたんでね。スパイゴリラ、ねえ、見に行った？楽しかったね。え、ちょっと、何言って。今上映中だよ、スパイゴリラ。見た？スパイゴリラ上映中？え、それスパイファミリーのパチモンってことですか？全くわからない。連載中？スパイゴリラ。こっちだ。ナイス。こっちだ。フレーム回避できた。すげえ。ナイスナイス。うわあ！すごい動き中。やめて！ああ、出ます？いや、助けちゃいけないな。いっちゃえ、いってんの、ラージャンよ。お尻、いやー、痛い痛い。こいつ、僕のことを狙ってやがる。そりゃー、だってやっぱりそういう関係だからです。いやいや、そういう、どういう関係よ。もしくは、同じ
生き物はこの世に2体いらないんだっていう、うん、それこっちのセリフなんですけども、力で黙らせるってこと。いやもうどちらが偽物か見せてやるわ。俺が本物だって言ってるのかな。ほら、はい、待て、うえ、いいケツしてんな。お尻を割ってやるよ。めちゃめちゃ筋肉質ですね。いいなお尻。ほら、ちっちゃいチリだな。カナダ先輩、カナダ先輩じゃない。カナダ先輩の筋肉質は小尻じゃない。引き締まってていいお尻だ。いい尻だ。それだ、いいお尻です。違います。カナダ、あなんかどこ行っちゃう。気をつけろ。おー、入ってる。2回しナイスナイス。1、2、3。おー、今前もナヤさんで見切るのむずかったな。あれ、尻尾切れんの。尻尾の V 破壊になる。 V 破壊か。尻尾ね、短いもんね。短いけど細い。お尻叩いてたらいつの間にか破壊してそうですけどね。そうだね、確かに。ピュン。あら、神回。わ、あ、なんか後ろに飛ぶ。いや、この怒った時のイメチェンがまだちょっと怖い。あー、危ない。そっち。ねえ、でも全然減らないな。なんかそう、結構そんなに痛くない。そんなに痛くない。あら、ラーちゃんでお釣りやつ。うわー、やばい。ラーちゃんでお釣りやつってか、うらいよな、ほんとに。はい、なんか1回分報酬が下がってる気が。そう、すぐ報酬が下がってる。マジラーちゃんがお釣るからやん。ラーちゃんマジ勘弁しろ。ラーちゃんお釣ったらクエストクリアしとるんや。ラーちゃんがお釣ってる。おら、あれ、僕の必殺技避けんのやめて。なーい。あ、壊れちゃったよ。なんか撃ってる。顔パンとある。うわー、パ。なんかすごくこっち来ない、君。でも好きなんじゃん、そんな。これは恋かな、平民かもしれない。ラーちゃんの落とし物だ。ラーちゃんの島の平黒毛。落とし物。黒毛。ラーちゃんの黒毛を拾った。カナダ先輩の黒毛。カナダ先輩の黒毛。なんだそれは。こっちかな。ちょっとセクハラじみている。セクハラじみてるの、カナダ先輩の黒毛。黒毛。こよりにセクハラされました、後輩に。後輩に。違うんですよ。だって先輩が毛を落としてるからしょうがない。毛は落としてないんだよ、それはラーちゃんだけ。うわぁ、避ける方向を間違えたよね。あと、全然。気をつける。よしよしよし。大暴れだね。大暴れしてるね。もう切れてる切れてる。怒らないで。あ、話し合いましょう。レイヤちゃんが今一般通過してった。話し合いなんて聞かないさ。あ、ノーバリアレソン始まりそうなんですか。本当だ、レイヤ来たー。ノーバリアレソンしてる。レノいいっすね。レノ頑張れ。また乗っちゃってください。あ、乗っちゃいました。よっしゃ、やっちゃうぞ。総流の彼方を。あれ、ラーちゃんどこ行った。あ、ちっちゃくて見えなかったわ。ラーちゃんがちっちゃくて見えなかったわ。ほら、イエイ。ほい、戦いだ。ナイス。ほら、シュッ。ふぅ、14って何。なんだろう、さっきから出てきてるその14は。14くー、おりゃおらっちょ、おりゃ、いけ。ナイス、なんかいじめてるみたいになってる。今ラスト大技食らわせました。ナイス、ね、あ、私が乗った今度。そしてえ、なにー、こんなに乗れんの。入れ替わり、こっかわりに。じゃあラーガンの落とし物拾っとこっかな。あれは今もうジタバタしますよ。あ、ほんとだ。はい、1、おい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 、見たんよー。オッケー、暴れとる。おい、はい、じゃん、おい。この BGM もいいよね。カナタ先輩のテーマソングですね。狙われているぞ。あぶ、熱い。よりしたーい。痛ーい。ねえ、ギリギリギリ
絶対に落ちてこないで。ブリ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 、危ねえ。落ちちゃうかな。ほんと危ないところだった。あいつ許せねえな。うれ、くらえ。全光玉じゃねえ。どうだ、全光玉を食らったの。その気持ち、そうだね、今何の気持ち。仲良さそう。違います、初めて会いました。私たまにハナタンが羨ましくなるよ。いやいや、ラージャン、ラージャンと仲良しっていう、仲良さそうで、仲が良さそうで。じゃあ紹介するよ、紹介するよ。大丈夫です、大丈夫ですってね。突然手のひらクルクルすんな。だって、カナダ先輩からお友達を奪っちゃうのはなんか申し訳ないよね。そうだ、僕がラージャンしか友達いないみたいな。おかしい、友達じゃないし。久しぶりに会ったんだ。うわぁ、あ、やばそう、取れなかった。仕掛けてきます。やだぁ、ねえ、危ねぇ。ちょっと研がせていただきます、刃を。ここで、やったぁ。よし、あ、逃げられた。なんだ、小百合がこっちにいたんで、ちょっと移動したっぽいです。あおー、うれ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 、痛い、大暴れだ、大暴れ、あー、この辺で。コメントも僕たちを応援してくれてるかなと思ってみたら、カナタンもあれ打ってよ。おかしいでしょ。カナタンもあれ打ってるじゃない。カナタンも打てるの？打てないわ、打てる。あ、やばいやばいやばい、もうラージャンに狙われてる。本当に、はい、撃てよって言われてるんすよ、ラージャンには。撃てるわけないだろ。撃って撃って、撃ってじゃない、撃ってしないでください。見たい見たい、見れない、見れない見れない、ラージャンに頼め、ラージャンに。うっ、ラージャンには撃ってほしくないんだな、痛いから。うそ、あ、失敗。うっすうっすうっす、ナイス。なかなか立ち去らないな、このラージャン。ですね、根性が座ってるね、なんか覚悟を決めたんだね、カナタン。いや、カナタンじゃないし。あとこれはホロライブにいたら長時間配信できそう。あー、いけますね。長時間配信、スタミナありそう。普通の罠じゃないとダメだね。スタミナありそうだね。サンズ耐久とかできそうじゃないか、君は。Gルート行くか。Gルート行けそうだね。あれ、罠張るよ。オッケー。え、もう、あ、ほんとだ、もう行ける。はい、ここにあったよ、おいでー。ありがとうございます。あれ、こっち。待て。あ、逃げんだ、こら。逃げられた。こら。逃げた。すー。普通の罠持ってる人いる？持ってなかったら持ってるわ。オッケー。ラージャンはね、光ってる、あの金色になってる時は普通の罠しかかかんないから。そうなんだ。これはこの下か。遠いどこ。あのラージャン、ちょっとホロライブ入れるか。7期生ですか？ 7 期生で。ユニット組む？カナタンと。カナタンとカナリアのカーに入れるか。いや、カナリアのになっちゃう。ラですよ。ラカナリア？ラカナリア。カラリア、カラリアとかにする？あ、カラリア、いいですね。カラリア。カラリアにするか。一文字ずつに。なんで2番目にいるんだよ。カラリア。カラリア。カラリアにしようか。来年からは。小よりについていってる。来年の話なんだ、しかも。これ、コヨが先陣切ったがゆえに今迷子になってるような気がしています。コヨ、今私もコヨリについてきた。これ、みんなが来てるから合ってんのかなって思い込んでた。やばい、みんなで迷子になっている。あれが、この矢印本当にこっちで合ってんのかな。7期生がどっか行っちゃったから。どこ行ったんだ、この矢印本当にこれで合ってんのかな。合ってた、ナイスー、合ってた、寝てる。地図だと違う気がする。寝てない、今寝てる。罠仕掛けちゃったら、私はね、やりまーす。あれ、私はこれを麻酔をかけまーす。はい、終わりー。あれあれ、あ、でも3人いるから今。これより優しい。カナタン3人で。やったー。イエーイ、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 イエーイ
なんだよそれ、なんだよ、それなんだよ、すごい似てる、ねえ、気持ちよさそうだね、うん、矢印で騙されたよ、よく眠ってる、よく眠ってない、配信中矢印を信じて小百合を信じないから。そうだよ。あ、なんだ、獣玉だ。ああ、カナタン出た？出てないよ。ね、でも今日小百合接待の日なんだわ。やったー。今日は小百合やっぱりね、最近頑張っとったからね。ちょっと自分で取ったから。あれ一応つ誰？あ。ラージャンだ、ラージャン、ラージャンが、ラージャンだよ、それラージャンだな、それラージャン、ラージャン映ってるもん、ラージャンにおつよ、これでにおつ、あれ、うん、ラージャンにおつ、うん、あれ、ぼ、うん、これ、かな2位になりました、小百合の画面で、あ、うん、なんかにおつって書いてあるわ、うん、かわ書いてある、書いてある、正直者、なんか書いてあるね、書いてある、もうラージャンの罪背負いますよ、僕は。ラージャンの罪背負うわ、あいつのせいではあるけれど、まあしょうがないっすね。どんな罰ゲームをしていただけるのでしょうか。何をしましょうか。何してくれます。たまに吐きます。汚っ。汚っ。じゃちょっとコメントから拾おうか。あ、いいっすね。何をすればいいでしょうか、皆さん。それをやってる間に次行くとこ決める。確かに。うん、コヨどこ行きたい。コヨはあと2個キークエがあるんですけど、うん、ジンオウガか、イソネミクニかトビカガチかアンジャナフなんですが、そんなかならジンオウガかな。ジンオウガですかね。行ってもいいですか。いいよ、行きましょう。やった、ありがとうございます。もうマジでキャリーしていただいちゃって、キャリキャリキャリーに、キャリキャリキャリー、ありがとうございます。キャリーこよこよ、こよこよ、キャリーこよこよ、こよりされてます、ありがとうございます。3下になってくださいというコメントが結構ありますね。いつものムーブやん。いつものムーブではないだろ。僕はもう最近3下を捨てているはずだ、捨てているはずだ。見てましたよ。まあじゃあ、あの三下ルールというのはですね、あの後輩のね、小よりに対しても、パイセン買ってくるっす、焼きそばパンみたいな感じになると。あわあわあ、買ってこいよ。そのノリノリでよろしくお願いします。じゃあちょっとこれ始まったら三下になりますわ。やったー。うか、今のうちに先輩堪能しとこ。いやー、まず小よりちょっと肩もんで、まず肩こったわ。おい、カナタキャリーしろよ。おいおい、まだ始まってねってじゃん。ジオかな、ジオかな、ちょっとこより足引っ張るよ。わ、な、え？あのなんか、なんか先輩。お、ジオか、ジオかえすよ。落とし穴じゃないと効かねえすよ。あ、そうだそうだ、置いてこ。雷だからね。置いてこ。あ、しびれ花を置いていく。なるほど。なんか落とし穴置いてこうかと思った。落とし穴持ってく。二人に撒くためのちょっといろいろ。粉塵巻いてくれるの？粉塵やってくれるんすか？任せな、今日はなんか、接待いらないって聞いたんですけど。いや、まあまあまあ、じゃあ、やめとくか。いや、でも、カナタちゃん、ちょっと。カナタがオツを重ねる。オツ重ねないもんね。よし。あれ、カナタちゃん、我々のことを、回復してくれないのかな？まあ、考えといて、あげるのもないけどね。二人が、助けてって言うならね。助けて、かなたちゃん。助けて、かなたちゃん。そう言ってくれたらね、ちょっとじゃあ、参したということで。よし。よし、こき使っちゃうぞ。さあ、ちょっとさ、やりますか。パイセン。やりますか。うん、頼むで。任せてください。じゃあ、カナタ様子見てきて、ダメそうだったら、私と小百合が動くから。あ、オッケーっす、マジ。先に行きます。ジュース先行き、行きます。あ、じゃあ、フレア先輩、これたちは。じゃあ、この、お散歩してから、お散歩。ちょっと、支給品ボックス、取りにくい、一番奥のとこから取るっす。任せてください、マジっす。なんか、取らないのかと思ったら、取ってた。
もうちょっと一つぐらいはちょ自分もあった方が嬉しいかなと思いました。あ、ニーニーでどうぞって言うのかと思ったのにな、残念だなー。 あ、いや、パイセン、あれっすよ、今回自分あのあれっす、硬化の粉塵持ってきたっす。パイセン二人ともに巻きます粉塵を。 やるじゃん、かなとちゃん。硬化の粉塵さすかのじゃん。いや、もう本当に粉塵は任せてください。まあ、気が利くな。全部巻きます。小百合パイセン、遅いっすね。あ、やっぱりちょっと、いや、いろいろ見てるってわけっすよね、ゆっくりね。さすがパレッソは本当に一です。じゃあフレア先輩とデートしといて、あー、あー、かなたちゃんがダメそうだったら行こうかなみたいな。あー、なるほど。じゃあ私はかなたを後ろから撮影して、あ、いいっすか、自分撮影してもらって。じゃあよろしくお願いします。いいモデルになってくれないと困るよ。あ、いましたいました。大勢、あの、キューのとこにジンオーガさんいました。ちょっと今挨拶してきます。あ、やってんね。じゃあ挨拶します。あ、キューってことはフレア先輩、あの、裏庭、裏山から見れますよ。裏山から、まあ、ここすごい絶景だよ。いやいや、ちょっとパイセン痛いっすね。すごいすごい強いっす、強いっす。パイセン強いっす。フレア先輩、この屋根の上から見れますよ。屋根の上から。ちょっとそんな高みの見物、物理高みの見物。いや、パイセン、パイセン、今自分のお供がハニャと自分しか頑張ってない。あっ、やった、パイセン、パイセン、スライディングしてよ。マジかっけー。やっぱ強いパイセンはもうモンスターに好かれんだな。やっぱ、あ、スニーカーランサーで習ったわ。絵面的には最高、今やばいっす。カナタちゃんとそっちにいると映んないな。カナタどこにいるんだ今。ちょっとあの、ジンオーガさんの前にいます。いい写真。あ、今ちょっと決まっちゃうんすけど、いますか、パイセン。あ、いいっすか、いいっすか、いいっすか。あ、痛いっす、痛い、痛い。そういえば、納刀してんの見えた。あ、見えました。いや、見て、ちょっと邪魔だな。パイセン降りてこないっすか。ちょっともう始まってます、構想は。もうダメっすか。あー、吸収してますね。ひらひら吸収してる。これ ややこしいやつっすよ、パイセン。あ、痛い。パイセン、このままじゃ自分、あ、やばいっす。あ、痛い。あー、ちょっとパイセン、大変っす。大変っす、パイセン。パイセン、もう大粉塵巻くからな。後ろにパイセンたちが、パイセン二人が大変な時にもう大粉塵はないっす。ごめん、あ、このパイセン出てきません。なんでパイコ役でやんねんだよ。やべ仕方ないな。うら行ってあげるか。危ない。ちょっとやっぱりパイセンたち活躍するとこも見たいなってみんな思って。危ない思ってるっすわな。危ない。よしそれはいい写真撮れました。この写真ってどこで使えるんだろう。この写真はなんかすごい音したよ。プロフィールとか、ちょっと待って、小よりの iPhone が死んだんですけど。え、すごい、ホラー現象が起きて。え、なになになに、怖い。パイセンやめてくださいよ、ちょっと。あ、やばい。 iPhone の画面がバリバリになって。どういうこと。なんかすごい変な音したけど今。ちょっとパイセン、今効果薬グレートも飲みますね。あれ、パイセン待ってください。自分から離れないでください。しょうがねえな。じゃあこれを君たちにプレゼントだ。パイセンありがとうございます。パイセンありがとうございます。釣りは取っときな。マジ投げくない。めっちゃ投げちゃいます。パイセン嬉しくて。なんでや。なんかダルガクルガと遊んでますよ。ほんとだ。今マジチャンスっす。あ、クーちゃん乗る。あ、ナイス。いや、マジかっけ。やっとった。パイセン、私が日本人に好きなモンスターだ。もうほとんどナルガクルガと一体化して、もうフレアフレア状態に。すげえっす。あー、いいっすね。ナルガフレア。すげえ。その尻尾攻撃マジかパネース。うわ、なんか先輩から伸びてる。いつもほぼスパイダーマンって感じっす。マジで、やばいっす。すげえ、何でもいいから地獄の三沢みたいになってる。いや、マジかっけっす、パネース。いや、先輩マジリスペクトっす。一緒ついてきます。焼きそばパン買ってきます。あ、やべ、ちょっとすいません、自分研ぐの忘れてました。研いできます。なめんな。ちょっと自分研ぎます。ジンオーガジタバタしてる時に何やってんだよ。すいません、ちょっと今研いでます。今先輩たちを横目で見てます。あ、かっけ。わ、ちょっとフレアパイセンのあのジャンプマジかっけ。うわ、小百合パイセンのその歩み
もかっけえっす。歩いてるだけじゃねえ。一歩歩んだとかマジやべっす。厳しそう返したつえっす。絵面が最悪なんだな。うわー、やばい、ビリビリしてる。ビリビリ来てます。雷じゃらでに気をつけねば。うっ、こよりパイセンが逃げていく様マジかっけえ。逃げ足早すぎ。やめよ。ダブするな。攻撃するな。やっぱり逃げるの大事っす。あ、やばい、クラクラです。動けませんって言うとる。うわ、動けない。こよりパイセンマジかっけえっす。大丈夫っすか。やっぱそういう動けない。星飛ばすところもやっぱちげえわ。この後輩ムカつくな。なんかやっぱちげえよ。後輩パイセンマジリスペクトっすわ。あら、かなたいよ。かなたちゃん、なんか恨みでもあるのかな。恨みなんかないっすよ。マジで恨みってるわけないよね、我々ね。世界で一番マジでリスペクトしてます。本当にもうパイセンのことしか考えられないっす。危ない危ない。生意気な後輩フレア先輩、ちょっと教育しちゃってくださいよ。これはちょっとやっちゃわないといけないっすね。なんですか、なんですか。ちょっとこんなに尊敬してんのにマジ何も伝わってなくて。あ、V 破壊できちゃってさ、どこだ。どこの V だか知らねえが。よくやった。いやもうさすが VV 言わせ。あ、危ない危ない危ない。さすが VTuber ってか。 VTuber が VV 言わせて V 破壊してるってか。マジやべ。こよりパイセンのギャグさえすぎっす。こよりパイセンのギャグおもれえ。マジで。笑っていいんだよ。鳥肌立ちました。鳥肌立ってそれ寒いってことじゃねえか。すごすぎて。すごすぎて。涙できちゃった。泣いちゃった。涙が出るほど面白かったってこと。もう自分でそこまで笑えるギャグするとかも本当やっぱさすがですね。やめてください。心がしんどくなって。自虐ネタってこと。自虐ネタ、いや自虐ネタうまいのったらマジで憧れまして。もう戦えなくなっちゃう。あ、もう砥石も忘れちゃった。うわ、砥石忘れる。小百合先輩マジパネーストは。やべ、ちょっと3下が映っていってるっす。マジで3下が増えてるっす。あえて尖ないっていう選択肢マジパネー。自分にはないものっす。今尖らないっすね。今研いだよ。さすがこの相棒と縫って研ぐとかマジでパネー。お、キラキラしてる。キラキラしてる。キラキラキャンセル。止めるんだこのキラキラを。いてっ。わざくらって。あの自分と一緒に飛んでた小百合パイセンマジ可愛いっす。おめえも飛んでんだな。おめえも飛んでて可愛いぞ。小百合パイセン。てーてーてこと。やべえ、そこそれがてーてーてこと。自分に脈あるんすか。でもすいません、ちょっとパイセンをそんな風には見れないっす。すいません。振られたじゃねえ。なんかさっさに紛れて振れんじゃねえよ。パイセンは。すいませんパイセン。あ、お、なれますよ。あ、交流。うわー、まず交流とかかっけえ。うわー、見てろよ、俺の交流。パッシーメタ2、ダウン回転。壁にぶっ立っていってるっす。おい、3回目。うわー、ナイス。やべえ、さすが。こういうとこで褒めちぎってくれねえとな。壁という壁にぶっ立りまくっても、壁も喜んでました。褒め方がおかしいです。さすがっす。マジにすげえ。ちょっと壁にぶつかっとる。あ、やばい。壁にぶつかっていく。氷パイセンにぶつかられた壁マジで高値で売れるっす。あぶね。ちなみにこちらのコメント欄で壁はお前やって言われてます。いやいや、自分壁じゃねえんで。ちょっと自分にぶつかられても困るっすか。壁じゃねえんで。ちょっと狙わなきゃいけなかったかな、カタカちゃんのこと。氷パイセンが吹っ飛んでいくところ見ちゃった。でもさっきからやられるとこしか見てくれねえじゃねえかよ。いやもうそんなところがマジかっけえす。落ち着かれてますね。戦ってるとこ見てよ。おフレア先輩、フレア先輩がかっこよく飛んだジャンプ。うわすげえ、そのジャンプすっげえ。まあね、マジでパネ
よかった、外してないところで。これはもう、あ、すいません、自分 V 破壊やっちまいました。さすがじゃねえか、うん、でもできるじゃねえか、うん、やっぱりちょっと二人の、ちなみに君たち尻尾を切るというのは役目だということを忘れていないか。あ、やべ、あ、あ、やば、尻尾切るの役目なんですよ。あれ、じゃあフレア先輩の手に持ってるのは、あれをフレアパイセンにやっぱりいいところを見せてほしいなって、ちょっと自分も思いました。尻尾とかね、手柄としてでかすぎるんでね。いや、そうそうそう、自分にそんなものはちょっと大きすぎるっす。もうちょっと斬撃のダメージ的にはね、もうゴミカスみたいな感じなかもしれないよ、君たちに対して。え、あれですか、じゃあちょっと、じゃあもう自分ちょっとギリギリまでやりますね、そしたら。あとプランプランでも、最後の、そうそう、黒玉一つみたいなところまでやってから、もうラスト決めてもらうし。接待いやいやいや、接待じゃないです、これはもう、忖度です。忖度一緒や。一緒や。それ一緒や。あ、すいません、自分、あ、切れた、自分ピッチマンです、もう、すいません。ちょっと、ナイス、ありがとうございます。お話が違うじゃねえの、カムトちゃん。すいません。あれ、いやー、なんか、あ、痛い、先輩に。ピカピカ。ブゴブゴ。サンシタが切っちまってもナイスって言ってくれるフレア先輩と話が違うって言ってくれるコウリ先輩、まあ、たんだけどな。そうっすよね、やっぱそうっすよね、もう自分もそう思いました。マジさすがっす。 V 破壊しまくってますね。あぶね、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 先輩、パイセン死んじゃいそうなの。自分危ないっす、自分危ないっす、自分危ないっす、すんげー狙われてます。今だってボロナミシー飲んでるところだし。あぶね、あぶね、あぶね、危ねえよ。よし、尻尾切ったとこ。あー、激凛、激凛落ちた、激凛、尻尾から。やっぱさすがっす、さすが。激凛とかもう本当にしばらく見てないっす。キリン王の激凛、キラの存在さえ忘れてた。うわ、さっき拾ってたやろ。待って待って、さっきはレウスです。あ、やばい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 、レウスの激凛。あれ、あ、危ねえ危ねえ危ねえ、あ、危ねえ。すごいスパイさんたち、めっちゃ綺麗に逃げていってる。やっぱ危ない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 、戦いから逃げてるみたいな言い方。いや、そんなことないです、やっぱりね、たまには逃げ足早い方がいいっていうことも。逃げ、わー、何もなってない、何もなってないっす。あぶち、あぶち、あーまじやばい、ボボ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 、やべっちー、あぶち、あカオを狙う勇気がない。ひよっちゃうんすよね。ひよってるやついる？逃げよな。えい、あ、顔に当てた。お、来い、来ない。わあ、ナイス、なんかすげえっす。わあ、ちょっとやべ、あ、もうもうこいつ捕まえます。パイセン、ちょっとパイセンのあれあれを、落とし穴使うのもったいないんで、自分が落とし、あ、落とし穴が激凛だった。あー、伸びたのにー。あー、パイセン、パイセン、ダメですよ、もうもったいないです、自分が、あとは任せた、自分、あ、尻尾、あ、パイセン先どうぞ、ちょっと自分は最後に剥ぎますんで。あ、もう、はい、はい、だから大丈夫だよ、すいません、あ、じゃ、いきます、いきます、すいません。ちょっと失礼させていただきます。尻尾は尻尾だったけど、落とし物が激凛でした。ナイスー、すごくないですか、あれ、激凛出してたやつおる？ちょっと両方尻尾だったんですけど、なんでだろう。まあ、やっぱ激凛はパイセンにね、パイセンが持った方が輝くっすわ。まあ、まだ早いってことかな、静かなんやな、まだまだちょっと早いのかな。なんか、絶妙な空気流れたんやな。あれ、あとはここで捉えられるんや。今落とし穴、置きますね。あ、置きますよ、自分置きます。あ、もう、置いちゃった。あ、大丈夫です、じゃあ自分、お、麻酔玉、あれ、麻酔玉、あ、入った、入りました、麻酔玉行きます。えぇー、大丈夫、大丈夫、さすがっす、やっぱちげーわ。なんかここに落ちてんな、あれ、なるべくるるが落とす、竜の涙かーい、あれ、涙でした、涙でした。あ、こっちにも落ちてますよ、こっち。え、あ、ほんとだ、たくさん落ちてる。飛竜レ、え、レウス？大粒涙かーい。レウス持ったレウスの爪を押しました。え、ナイスーナイスナイス。いや、地獄だった。あれ、これで星6、あれ、青玉、激凛、青玉潰し、すいません、ヒルツーした。
双玉。おお。双玉みたいなもん。双玉ですね、双玉。双玉みたいなもん。すげー、拾っちゃいました。え、にゃー、大当たりじゃないですか。大当たり、すいません、レアセブン拾っちゃいました。青玉来ちゃう。あれ、先輩を差し置いて。いや、もうこれ後で先輩にね、ちょっと三等分にして分けます。壁玉か。壁玉三等分。握りしめて青玉をあげます。さあ、もう帰ってきたから戻っていいよ、かなた。あ、戻った戻った。かなた先輩、いや、可愛いな、後輩のくるり。かなた先輩、くるり先輩。かわいいな、かわいいな、かわいいな、かわいいな。どうする、どうしますか。ラストいきます。ラストいく、いきますか。いいよ、選んで、後輩の子より。え、後輩の子より、いいんですか。選んでいいよ。いいよ、後輩の子より。あ、まあ、なんかいい感じのやつ残ってないんですけど、いいですか。いいよ、いいよ、なんでもいいよ。イソネミくんに飛びかがちアンジャナフなんすけど。アンジャナフか。クソネミくんに飛びかがちアンジャナフ。クソネミくんに、クソネミくんに、アンジャナフが飛びかがちアンジャナフ。飛びかがちアンジャナフ。こんなかなら、クソネミくんになのかな。え、どう、みんな確かにクソネミくんが一番可愛いかな。あ、一瞬、あ、じゃあもうクソネミくんに行きますか。じゃあクソネミくんに、じゃあクソネ、クソネミクニにしますか。よし、オッケー、クソネミクニでね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これでやっと緊急が出ます。おお、来たね。長いですね。緊急なるはたじゃね。なるはた、いいね、なるはた、たたたたたたた、姫だ。あ、姫、さっきのやつの、なあ、さっきのやつの、お相手さん、たまありの方ね。たまありの方です。たま、たま、クソネミ一瞬で倒してタマミに行きますか。すぐ出るのかな。多分すぐ出ると、でもすぐ出なかったらお会いしましょう。オッケー、もし出たらじゃあちょっとタマミに行くか。やったー、ありがとうございます。なるはたはなんか一人で行くより誰かと行った方が楽しいね。確かに。なるほど。よーまだ出ないです。八つ仇が先だよ。雲ですって言われた。あ、そっか。それはじゃあ雲が一人で、一人行ったら八つ仇。はい、姫じゃなかったらね。そっか、先に八つ仇か。なるほど、雲や、雲、八つ仇、なんか八つ仇、八つ仇行きたいな。あいつ強いよ。あ、絶対してなかった。あ、強いっすか。雲強い。雲のくせに、雲の楽しいよ、いっぱい V 破壊するからね。そうだよ、たくさんの V があるよ。どんどんひょろひょろになっていくよ。しぼんでいく。雲がしぼんでいくの、なんか、そう、しぼしぼになる。そうだよ。八ヶ岳行きたいな。八ヶ岳行きたい？八ヶ岳行きたい。八ヶ岳、八ヶ岳って。みんなで旅行行きたいね。行きたい。旅行行きたい。温泉地だでしたっけ、八ヶ岳。え、かんな、なんか失敗しちゃう。もう一回受注。何、八ヶ岳。あ、八ヶ岳は、八ヶ岳はね、山だよ。土地です。山。長野県。八ヶ岳は山。山。山か。山登りかな。山登り、ちょっとハードモードだった。お願いします。イエーイ。でも今。なんだっけ、キャンプじゃなくてさ、うん、なんだっけ、ドーム状のやつ、あれ流行ってっからね。ドーム状？なんだろう。グランピング。なんだっけ、あ、そう、グランピング。グランピング。グランピング楽しいから、ね。あ、グランピングね。はい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 。行ったことないけど、空気感が楽しいから、ね。知ってるわ、なんか聞いたことあるし。高級キャンプみたいな感じみたいですよ。あ、そうなんだ。まあ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 、行ってみようかな、みんなで。ね、そうですね、これはもう行ったことなくて、イタリアでもなんか旅行行きたいね。行きたい、温泉行きたいな。温泉行こう、行きたい、のんびりしたいね。したいです。お二人は温泉一緒に入るとか抵抗ない人ですか。ない、ないよ。おー、え、もしかして抵抗あるの、ないから
入りたいなって思って。入ろう。入ろう。欲しいからって子もいるからね。そうなんですよね。確かに。ないよ。しっぽり温泉でしっぽりおしゃべりしたいですね。しっぽりおしゃべりしようね。いろんな話をしようね。計画立てなきゃ。やったー。計画立てよ、立てよー。あ、いたよ。あ、いたいたいた、クソネミクニ。誰が最初に寝るか。おら、あー、さあ、戦いだ。戦うぞ。とりあえず、ここだ。とりあえず虫を集めてと。あ、偉い。虫集め偉い。偉い。痛い。そういう基本ができるいい女。クレア先輩が。これがなかなか集まらなくて、みんなとなかなか入っていけないっていうね。みんなやり合ってるのに全然入っていけないね。この間に。あ、クレア先輩。え？あ、やばいやばい。お、ナイス。今、いい。あー、出た。よし。小百合は見えませんでした、攻撃されて。あ、ナイスじゃん。あ、ナイスナイス。はい、あ、うわあ、あ、みんなでよかった。ナイス。この間の V 破壊早い。あぶね。でも星6のクソネミクには結構早いと思う。タマミツネが一番きつくなかったっけ、星6って。そうだっけ。タマミツネは星6になるためのキークエで出てくる。一回失敗しましたね。あの星6はそこまでは回装備でいけるんだけど、なんかいきなりくっそ難しくなって、あかん、これ回装備じゃやっていけないってなる瞬間っていう。そう、なんか最初の壁があって、何だったの初めての。あれ、なんか懐かしいね。私とより今静かに全然クソネミクニに近寄れていないナウです。あー、これ近寄って、こより眠らされちゃう。眠らされちゃった。あ、お眠なの。眠なの。ジョシ君、あ、ジョシ君が助けてくれました。さすがジョシ君。ナイス。クレア先輩も来てくれてた。優しい。ナイス、優しい。やめろよ。私が起こしに行ったら起きちゃったやないか。もう恥ずかしいやないか。優しいな。やっぱすげーわ。でもね、フレア先輩は優しくてかっこよく見えるけれど、とっても可愛くてな。あ、やばい。そうしたの。とっても可愛くてな。あぶね。この間もみんなで出かけた、3人でカナリアで出かけた時もヒモパンを恥ずかしがってな。そうなんだよ。あぶね。なんであのヒモパンを履かせたかったんですよ。ヒモパンの話はいいんだよ。ねえ。履かせたかった。そう、でも個人的には前回はカナさんが壊れちゃった時の方がおもろかったよ。なんとかしておなんかおごらなきゃみたいな、カナさんが可愛かった。だっておごりたかったもん。だって二人にね。買おうか。買ってあげようか。これが欲しいのか。これが欲しいのか。みんななってましたけどね。それはカナタンは基本的にほら貢いでくれるから、なんか逆になんか貢いであげたくなるよね。いつも優しいから。いや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 、貢いであげたくなる。それフレア先輩にも言えるんですよ、それ。同じこと。そんなことはない。これ言い続けて全員そうなってしまう。こうしておごり合いが始まるのだ。そうなんだ。送りたくなるのだ。こういうおごり合いはよくあるからね。ちなみに勧めてくれたひもパンは小よりの方が似合いそうでした。違う。いやあれはね、フレア先輩の色なんですよ。いや、あれはマジで小よりに似合う。全然ふわふわしてる。うわぁ、ジョシ君助けて。はにゃ。ジョシ君が寝てる。寝てない。あ、寝とる。あ、寝とる。寝とる。完全に寝たのはカナタ先輩が最初かな。いや、もうちょっと今一瞬寝ました、すいません。あ、起きてる、起きてる。起きちゃった、起きちゃった。起こしに行こうと思って。寝起きで自力で起きた。あぶね。寝起きはするけど、あれか、寝はしてないのか今のとこ。
そう、これ遊ぶまでだったんですね。一瞬ガチにしてました。カナダ先輩ガチにした、完全のネタ。あ、あれ乗れるじゃん。お、乗ってる。ナイスー。的がねえな。遠いですね。壁が遠いな。壁遠い。成功です。火の打ちどころなし。飛びてんだ。壁がなかったから仕方ないやつね。そうそう、壁がない、壁がない。痛い。椅子に吹っ飛ばされて、壁がない。でもカナタンの前には壁がある。誰が壁や。あぶね、あぶね、先輩にぶつかれば成功した。あー、待って。あー、あー、流れるのが出てやがる。あー、出る。あー、寝ちゃった。いった。起きた、起きた。起きてますか。強烈な一発食らったぜ。あー、あー、にゃー、起こして。あれ、あれ寝ちゃう。あ、寝ちゃう。いいの入ったね。あ、まずい。星が回っとる。うわー、ラッコみたいな動きしやがってよ。これ助けられないのかな。えい。かわいい。 ありがとう、こより。突き刺して助けた。助かったぜ。この恩は忘れねえ。うぃー。はい。めっちゃ吐く。ね、ずっと眠らされてる。失敗した。ふわふわしている。失敗した。あむあむあむ。あいやー。寝相になると必ず攻撃される。あー、ほれ、くれ、避けた。シェイ。はい。おい、ほれ、いけい、おい。イエイ。おお。かわいい、かわいい。めっちゃいい感じになってきてる。ボロボロですね。逃げよったやな。あ、逃げてった。よし、飛ぶぞ、飛ぶぞ。行くぞ。近いな、近くにいる。めっちゃ近い。ここにいるよ。とがねば。あっといてんの。今のうち。よーし、行くで。はい、はい。これは結構すぐ討伐できそうな予感。もう青いの出てもおかしくないのではという。ねえ、いつ出るのか。あー、また眠らされる。うわ、開かなかったですね。吐きそうだったのに。なんかカナリアのみんなってあんまり寝てないイメージがあるんだけど、みんなどれぐらい寝てんの？1日。でも寝るときは寝るし、うん、だよね。確かに。寝ない。寝ていいよってなったらみんなどれぐらい寝るの？寝ていいよ。次の日を、あの、何もないよみたいな。結構13時とかまで寝てますね、これは。それは何時に寝た計算？何時に寝る？3時とか4時かな。おお、でも結構寝てる。ってことは 10時間くらい。うん。あ、疲れたよ。寝る時もあります。あ、ほんと疲れてる。じゃあ終わり張ります。はーい。ちょっと待って、ね、眠らす。あ、うん、キュ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 。よいしょ。うわー、おい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 。上昇ですよ。まあ、こんなもんですよね。助走？助走？助走？助走ですよ。カナリアの助走ってことですか？カナリアの助走。そうですよ。助走始まったな。まだね。始まりました。まあこれからってとこですよね。ここからだね。またね。いやー、そう。一瞬で聞いたのかね。はい、みたいです。雲が出るみたいなんで、次までには8になっておきたいな。あ、いいね。しかも時間もめちゃめちゃちょうどいい。タイムキープ完璧。記念撮影しようぜ。はい。どこでやりますか？写し教官のとこで撮る？
それともあっちで撮る？どこで撮る？共感が映らないここら辺撮りますか？そうだね、共感映んないとこにしよう。あ、こっちにお姉さんもおるのか。この辺とか、この真ん中あたり。OK です。ポーズ、めっちゃガルクがいる。ポーズポーズ。ガルク置いてきた。この戦いにはついてこれまいて。素晴らしい。置いてこれるんだ。あの、待てしたら。あー、なるほど。ちょっとどっかで待てしてきます。待て待て。あ、そして一人ぼっちになっちゃう。嘘。待て。なんか不足がいる。武器構え。これでカメラにして。なんかカナタンと私の衣装ちょっと似てんね。あ、ほんとだ、ちょっと似てますね。あ、ちょっと待って、すごいいろんなポーズしてる。マナ弟子ポーズして、よし、ポーズポーズポーズ撮ろう。ポーズってうん、あ、カメラをね、構えるとね、撮れるよ。あ、なるほど。カメラ、ヒーローポーズ。ダンスポーズ。おー、向こうだ。え、小百合どこ行った？あ、小百合歩いたもん。え、カメラの前歩いた。前歩いた。いいよ、これで。そしたら動いちゃった。おいしょ。うわぁ。やべ、共感もとっちゃう。まあ、いいか。ほんとだ、共感。何なんだよ。共感。これ写真撮ってみんな。え、カメラが。カメラできるよ。スティックを、ステッカーを押し込みかな。できました。だからおくずく飛んでたのか。ナイス。なんかかなたんとことごとくちょっと合ってるのがおもろいね。これここで、あ、待って、この四角に入んないの。こうすればいいのか。え、あ、難しい。カメラ、あ、ほんとだ、ポーズ一種類に複数あるんだ。あ、ほんとだ。ちょ、お、福族がめっちゃ邪魔してる。ちょ、誰だ、誰が福族だ。え、小百合の福族かも。詰めてくださいね。ほんとだ、あ、すごい、こんなんあるじゃん。え、こうして、こうして、おー、あ、こうして、あ、福族の羽めっちゃ入る。よいしょ。こう、面白い。すげえ、福族の羽が。羽が見えない瞬間に押さねえとな。あ、あ、これで位置が。よいしょ。すごい、なんかこの止まってるとめっちゃオーマイキーみたいなんだよな。オーマイキー。オーマイキー知らないの？オーマイキーって。カナタはきっと好きだよ。本当？なんかマネキンにアフレコしてるやつ。なんかでも、なんか知ってるかもしれない。見たことないけど。絶対好きだと思う。じゃあ、オーマイキー鑑賞会しましょうね。いいね。本当にいい。本当にいいの。よし。あ、いいね、かわいい。かわいい。あー、かわいいね。これで写真を撮り、ま、じゃあ、これでいこう。あ、うしょ。いいのか、ほんとに。あ、いいね。あ、いい。じゃあ、撮りまーす。あ、待ってください。あ、あ、面白い。これ戻る。みんな頑張って、ふくづくの映らないように撮って。いいね、撮れた撮れた。ナイスナイス、撮れました。撮れた撮れた、完璧完璧。撮れた、はい、ということでね、カナリアの初めてのモンハンライズはいかがだったでしょうか。いや、楽しかった楽しかった。次はね、星7、これが星7、星8いけるになると思うから、はい、もっとやっときます、ね、もっと上のハンターランクのやつも行こうね。はい、そうね。次はあれですかね、サンブレイクになってる可能性が。可能性ありけり、ありけり。行きましょう、新しい。行こう。やったー。これ、今回の罰ゲームはなんとカンザソになりました。あ、そうだ。あれ、こよりの予定帳なんだ。いっぱい映っちゃったな。
まあ、でもほら、映った一人はカナタンではなくラージャンだったから。あ、そうですね、そう思ったよりと、まあ、同点なんだけど、うん、同じ同じ、まあ、先輩だからね、先に思っちゃおうかな。優しい。いやー、すいませんね。じゃあ今度またご飯行こうね。イエーイ。高級料理だ。で、何高級？高級料理任せてください。なんか、行こうか。ジョジョ絵を超えるやつあるかな。ジョジョ絵を超える？超えないでいいんじゃないか。どんどん高くなっていっちゃうやつですかそれ。でもジョジョ絵も美味しかったね。サラダ美味しかったな。肉も美味しかった。サラダ2回食べましたもんね、我々。ねえ。おかわりしたもんな、サラダ。おかわりしたもんね。それではね。はい。見てくれた皆さんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、お疲れや。ね。では、おつかまにゃりよーにゃーバイバーイバイバーイ。音切りましたん。あ、まだでしたん。あ、切りました。みんな今日も見てくれてありがとう。カナリアモンハンどうだったかな。コヨは完全にもうね、てんてこまいでおしゃべりながらやるとね、見切りとか全然出せなくって、完全に平成の立ち使いになっていたんじゃないかなと思います。みんなそんな風に見てた、お前平成しかやってねえぞという風に見てたと思うんだけど、平成だけどちゃんと攻撃はしてたよね。あ、受け身は入ってたね。桜花はしてた。桜花と受け身だけしてたね。平成は通用するんや、そういうことや、証明していくんやね。え、結構礼はしてた。じゃ、みんな優しくない？ありがとう。明日はですね、朝の7時かな、朝小夜がありますので、みんな見に来て